どうも、大之介です。じゃあ今回もキングダムラッシュベンジェンスやっていきます。いつもベンジャランスって間違えて言ってたからその勢いでベンジャランスってまた言いそうになったけど、さあやっていくぞ。今回はアップグレード、まあいいか。新しいタワーも手に入ったことだし、このボーンブリンガーとこの幽体の霊評価、この2つさえあればね、大抵のステージクリアできるんで。で次は氷 の大陸のボスジョカルを倒しに、ついに頂上にたどり着いた。ここからリニレアを見渡せるな。ふん、愚か者どもめ、破滅が迫っているというのにのんきに高い引きか。好都合だ、将軍よ。あの小うるさい北の漁師アルガズをここに追い詰めた。貴様の名誉挽回の機会は我が手の内になる。受け取るがいい。ということで北の漁師を倒しに行きましょうと。アルガズだっけ。そう、このドラゴン倒しますか。ここまで来れただけでも大したものだ。このゲームの悪役というか敵から大抵同じこと言うんだよな。よくここまで来たなと褒めたたいてくれるんですよね。まずはよし、とりあえずアスラもレベル10になったことだし、この右の方にシャドウアーチャーじゃなくてボンブリンガーにした方がよかったな。ボンブリンガーね、コスパめっちゃいいんですよ。ほら、もう作れた。でこのウォーキングデッドも強いし、強いけどまずはこのお化け屋敷作っておこう。ボンブリンガーのウォーキングデッドをつけておこうかな。で、今までこのキングダムラッシュ、これ音聞こえてる？俺には聞こえないな。これマイク外してるけど、だったら何してるのか。いつも俺の声が小さすぎてなんかゲームの音が聞こえるけど、俺の声が小さすぎてね、全然実況プレイというか俺の声が聞こえなかったんですよね。動画見てみたら。だからマイクつけたんですけど、マイクつけたらこのゲームの音声が聞こえなくなって、やばい、ブレス危ねえ、キンキンに冷えてやがる。まあいっか、これで俺の声が皆さんに届くならそれでいいや。で、いや左から右から忙しいね。とりあえずこの真ん中の方面に拠点を作っておいて、危ない、あぶねー、どうしようかな。右も左も大忙しなんだけど、とりあえず左のところにこの操りの術かけておいて、右の狼たちはこのシャドウアーチャーのところで始末しておきたい。よっしゃ、操りの術。いやー、バルキリーもう来るんすか。危ない、アスラだけはね、なんとか生かしておきたい。よっしゃ、危な、出たな、あなた雪の女王。こいつはマジでさっさと倒しておかないと厄介この上ないので。危な、多分また右奥から出てくるだろう。出てこない、左からも出てこない。来た、ウォーベア。よっしゃ、次の敵を呼んだるぞ。で、右がね、ちょっとあまりにもお粗末だよな。お粗末さんなんだよな。あ、来た、アスラ一体で止められるか。
倒せ倒せ。よっしゃ。いやー、ギリギリだな。こっち。ここも作っておくか。作っておこうか。出たー、なんちゃらストーカー、アベックストーカー。ん？アベックストーカーって俺てっきり恋人のストーカーっていう訳し方してたけど、アベックスという単語があって、アベックスとトーカー、アベックスを追いかけるものって意味なのか。アベックスってなんだ。靴下のブランドしか知らない。あーやばい、しょうもないこと言ってたらアスラが氷漬けにされた。よし、操りの術を つけたし、左サイドはよっしゃ、左サイド氷の巨人に操りお人形さんをつけた。でこっちにも操りをつけておこう。おっと、左サイドが危ないぞ。よっしゃ、弓で倒せ弓で倒せ。危な。右からはワイバーン、ワイバーンごときだったらシャドウアーチャーで難なく倒せる。よしよし。いや、これで後で聞き直してみて、あの音声聞き直してみて、俺の声が全然聞こえてなかったらショックっすね。今俺ゲームの音声も聞こえないから楽しさ半減なんですよね。でなおかつ俺の声が聞こえてなかったらもう何のためにこれやってんのか分かんないっすもんね。まあいいや。さあ右からなんか雪男、裸雪男が出てきて、滑るのドリード。よし、操りの術、操りの術をかけておいて。よっしゃ。左サイドはナノクのウォーベア、操りの術をかけてほしいんだけどね。あ、よっしゃ倒した。出た、滑るのドルイド倒してくれよ。殺された。25の氷タワーの氷を砕く、なんかアチーブメント達成しましたね。よっしゃ、やばい、アスラが凍らされた。まあけどよろしい、1回ぐらい凍らされても。ここに危ない。もう一個押したもののレイコンつけておこう。いや、もうほんま見ている人からしたらクソゲーに見えるかもしれないですけど、ワンパターンじゃんって。強いんですよね、この操りの術が強すぎるんですよね。それは使いたくなるわ。あのキングダムラッシュオリジンで第3作目、これの前の作品で人形使いのラズとラグスっていうヒーローがいたんですよね、無料で使えるけど、あいつねちょっと弱いんですよ。あの敵を強制的にぬいぐるみに変えて代わりに戦ってくれるんですけど、いかんせん時間制限が短くて6秒ぐらいしか操れないんですよね。でもってそのなんだろう、この魂操るやつは危な、魂操るやつは相手を見つけるまで順路を遡って戻ってくれるんですよね。ただその人形使いのラズとラグスってやつはあのただその場に座るだけなんで、相手を後ろに下げることもできないっていう使いにくさが目立ってたんですけど、今作ではその欠点をちゃんと対策してくれてますね。やばい、アスラがリープドラゴンにやられる。いや、左右からリープドラゴンを攻める攻める。ぴょーん。なね。なんちゃらドルイド。いやー。
いやー、最終防衛ライン作っとくか。とりちょっとリープドラゴン多くね。あいつわしより強くね。いや、右サイドも多いぞ。バーサーカー、バーサーカーちょっと多いぞ。マッカーサー、マッカーサー減衰の可能性もある。よし、もう一個作る。で、右サイドは、これひょっとして、どっかにバルキリーいるんじゃない？やっぱいる。バルキリー止めたいなぁ。これ右サイドからもバルキリー来ない？大丈夫か？いや、ちょっとなぁ。それは困る。バルキリーはいないけど、このなんちゃらドルイドがいるな。まだまだ雷は、いや、撃とう、呼ぼう。いやいや、氷の女王、あなたよ氷の女王、こんなにたくさん、逃げろ。危ねえ。この真ん中のドラゴンのブレス厄介だな。邪魔ですね。さあ、こいつにも操りの術をつけておいて、言うてもあとちょっとっすね、最終ウェーブまで。うん、いや、氷の巨人が多いな。あとはどこに何を配置するかだけど、この相手を操る系のやつをもうちょっと増やして。あれ、アスラ死んでるじゃん。アスラー、時田大間、いや、ちょっと右サイドがね、魔法防御の高い敵が多いな。ということは、ボーンブリンガーの出番ですね。いや、左サイドも氷の巨人がえげつないな。すっごい来てる。なぜかっていうと、このウォーキングデッドというスキルが強いから。なんかジョジョでそんなやついたよな、兄貴、プロシュートの兄貴。あれか、プロシュートはグレートフルデッドか。ちょっとプロシュートの兄貴、兄貴、兄貴、あぶねえ。負けるとこやった、突破されるとこやった。ちょっと操りの術でもカバーしきれないぐらい敵の数が多いぞ。これいけるか。よっしゃよっしゃよっしゃ。ボーンブリンガーのウォーキングデッドで永遠に骨を生成して順路に沿って戦ってくれるんですよね。ほら、モコモコ。ステータスそんな強くないけど。で、レベルアップしておけばスケルトンナイトが戦ってくれるようになるし、ウォーキングデッドが生まれる間隔も短くなるんで。あ、凍らされた。で、ここも有根のレイボにしておこう。いやー、アスラはちょっと下げながら戦おう。ほら、出た、スケルトンウォリア、体力が倍ぐらいになった。いるだけで強い。これがボーンブリンガー、しかもコスト安いしね。あー、アスラ
アスラーやられちゃった。お前の恨み、お前の頑張りは無駄にしない。え、スケルトンウォリア、え、なんかスケルトンウォリアバグってた、見た、恐怖映像お分かりいただけたでしょうか。になってた。もう一回頑張ってくれないかな。よっしゃ、操りの術。あとはこいつに、おっとおっとインスタントキルつけて、これでとりあえず敵は全部倒したぞ。さあボス戦だ、ジョカル。もううんざりだ、でっかいやつが来ますよ。とことん破壊してやる。あのドラゴンがなぜどこに行ったかというと、で角笛で何か来るかというと、ここここここドーンということで、でっかい竜が出てきました。骨まで震え上がる。覚悟はいいか、それとも否か。ということで、ボス戦やっていくぞ。ということで、ボーンゴーレムを召喚するぞ。で、この、左に大砲があるじゃないですか。攻撃する方法はこの大砲だけなんですよね。で、ボーンゴーレムで。臭い鼻息で凍らされましたね。臭い上に寒いって最悪ですね。さあボン、よっしゃ、こんな感じで時間稼ぎをしてったら大砲が溜まって、今度は 右っすね、右の大砲が溜まって、攻撃できるというわけだ。ふん、また臭い息が来るぞ。ふん、はぁ、よっしゃ、負けねえぞ。相手が息を出す、まあいいか。バーン、だから、アスラやられてんじゃん、なぜ。くそ、また臭い息が来るぞ。たよっしゃ、いけいけ、また臭い息が来る。はあ、やっぱアスラ死にそう。ボン、よっしゃ、体力の半分、あと3回繰り返せば勝てるかな。あー、臭すぎる。たまに何食ってんのっていうぐらい息の臭いおっさんとかいますよね。やっぱりね、歯のケアって大事っすよ。自分もこんなに臭くなっちゃうかもしれないっていうふうに思ったらね。ちょっとアスラ死んじゃう。はい、臭い息で放らされつつも、たまったな、ボーン。よっしゃ、あと一発か二発。ちょっとスマホのマイクにちっちゃい雲が、怖っ、びっくりした、やばい、臭い息範囲広、広範囲に臭い息とかもう地獄じゃん。月並みの発言しかできない。うわー、臭い上に範囲が同じことしか見えない。いけ、あれ、左の大砲が壊れた、どうなる。はあ、臭い。ということで、また臭い。まあ幸いなことに、この幽霊屋敷のおかげで
攻め込まれずには済んでいるけど、ガーゴイルいっぱい出しとこう。よっしゃ、これで終わりだ。ボーン、ズズズズズ。ちょ、もうちっちゃい雲、心臓に悪いわ。すいません、今音声がガサガサ言うかもしれないですけど、雲を退治し、あれどこ行った、消えた。まず一つ目標を達成した。思ったより苦労した、甘かったな。まあこれで眺めのいい景色が手に入った。待っている王よ、ということで氷の国も支配しましたと。やりましたね、ベズナー。アップグレードポイントゲッチュー。ということで次が最終章かな。最終章の道のりも長いんですけどね。ポン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 、ついにリニリアの国土に範囲を広げましたということで、じゃあ今回はこの辺で終わろうかな。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。